フェルナンド2世は、ポルトガル女王マリア2世の王廃で、共同統治王。イギリス女王ヴィクトリア及びその王廃、アルバートの双方のいとこである。また、ベルギー国王レオポルド1世はおじ、ブルガリア国王フェルディナントはおいにあたる。1816年、ザクセンコーブルク号太公子、フェルディナント、 ハンガリーのマグナート・コハーリ家出身のマリア・アントーニエフォン・コハーリの長男として生まれる。1836年に19歳で女王マリア2世の二度目の夫となった。ポルトガルの法律では女王との間に子供が生まれた場合に限り女王の夫が国王の称号を得ることができた。マリア2世は1834年にロイヒテンベルク皇アウグストと結婚していたが、 こう得られないまま1835年に死別したため、アウグストに国王の称号は与えられなかった。1837年に長男のペドロが生まれたため、フェルナンドはポルトガル国王フェルナンド2世となった。マリア2世の知性において、統治権は女王に属していたが、マリア2世は多くの問題をフェルナンド2世と共同で解決した。フェルナンド2世は、 女王との間に子供を設ける役割だけでなく、ポルトガルの政治史においても重要な役割を果たした。1853年、マリア2世は11番目の子供の出産の際に、放御した。王位継承者のペドロ5世はまだ13歳であったため、フェルナンドが摂政となった。ペドロ5世は1861年に24歳で、放御し、王位は、フェルナンドの次男ルイス1世が継承した。 1868年にスペインでイサベル2世を大位に追い込んだフアンプリム公はボルボン家に代わる新国王に就くようフェルナンドに要請した。フェルナンドはポルトガルの独立が保障されるなら即位して良いと返答したため話は流れサボヤ・アオスタ家のアメレオが1870年に即位した。マリア2世との間には7男4女が生まれた。 うち四人は誕生後間もなく死亡している。マリア二世の死後、1869年にオペラ歌手、エリザ・ヘンスラーと結婚した。エリザには1855年に生まれた娘アリシアがいたが、フェルナンドとの間に子供はできなかった。アリシアは後に、ポルトガルの海軍士官と結婚し、フェルナンドの死後エリザは、娘夫婦の下で暮らした。ありがとうございます。